それじゃ、行ってきます。行ってらっしゃい。近江の神主さんによろしくね。幼馴染っつっても近江の当主だ。失礼のないように。わかった。気をつけて。楽しんでおいで。お料理屋瀬戸って朝に伺った民宿のお店か。こんばんは。すいません。あら、いらっしゃい。お連れ様、もう来てらっしゃいますよ。よう、そうだ。ああ、よかった。貸し切りってあったから。今夜はお二人の貸し切りですよ。ゆっくりくつろいでくださいね。え？ほら、ご当主がいらっしゃるとどうしても他のお客さんたちが気にしてしまうでしょう。ちょっと耳に入った言葉が風に乗って根も葉もない噂になったりするもんですから、こうして貸し切りにさせていただいてるんです。そうすれば立つ噂は一つだけ、瀬戸の美人おかみは近江のご当主のいい人だって。笑うところだよね。光栄な話だ。ですからお気兼ねなく、私もいないものと思ってくださって結構ですので。お上の口の固さは有名だ。そりゃ、こんな小さな島で商売してるんですもの。口が軽い、とっくりが軽いじゃ明日から閑古鳥も鳴かなくなってしまいますから。歩いてきたのか。え、はい。彼岸崎からでは遠かっただろう。迎えをよこせばよかった。いえ、とんでもない。何をかしこまってる。礼しでいいか。はい。あ、おかみ、礼しを。はい、ただいま。さあ。あ、ありがとう。しかし、未熟。おとなしいな。まだかしこまるつもりか。宗定さんがかっこよくなってるから、姿形だけじゃなくて全体的に。お前だって見違えた。俺のような田舎者が気遅れするほど垢抜けてしまって。またまた。本当さ、苦手な食べ物はあるか。レバー以外なら。魚は大丈夫か。ここの魚料理はうまい。島に来たなら食べていってくれ。元気だったか。うん。宗定さんは体だけは丈夫だ。
島に来た最初の日、船着き場で宗貞さんを見たんだよ。その時は誰かわからなかったんだけど、背筋の綺麗な人だなって見惚れたんだ。なんだ、入れ違いだったのか。確かにあの日は船着き場にいた。何か用事だったのか。お前の顔を見に花さんの家に入れば会えなくなる。結局捕まえられなかったが。俺を探してくれたのか。18年ぶりにソータが帰ってくるんだ。いち早く顔が見たかった。俺、胸に大好きだよ。いきなりなんだ。よし、もう一本行こう。強いな、宗貞さん。ただの慣れだ。近江を継いでからは朝と晩に飲む。朝からお酒を飲むのか。そうだ、飲んだくれみたいだろう。神棚に捧げる食事と同じものを朝晩に食しているんだ。客人との会食がある場合はほんの少しだけ新鮮をいただく。最低でも水と米と塩と酒は食す。今夜も？そうだ、帰って禊を済ませたら。できることなら瀬戸の料理で腹を満たして帰りたいが、その分は開けて帰らないといけないな。大変だな。俺は食べるだけだ。大変なのは炊事の者たちだろう。コンロを使えないからな。コンロを使わないでどうやって作るんだ？バーベキューとか？寝具を使って藁から火を起こし、祭事用の亀で調理する。いわゆる忌み火というものだ。すごいな、火種から作るんだ。なあ、こんな話は退屈だろう。お前は今何をしている？カメラをやってたんだ。事情があって退職したけど、出版社のスタジオに着いてたんだよ。どんな写真を撮っていたんだ？出版社好きだからいろいろ。料理や小物やモデルの女の子を撮ったり、雑誌に載せる対談の絵を撮ったり。ファッション系の仕事が多かったな。街中や公園にロケに行ったりして。大変だったけど楽しかったよ。本当は風景写真をやりたかったんだけど、なかなかそういう仕事はなくて。風景写真か。沖田哲郎氏を知っているか。あの人は有名な風景写真家だ。風景写真で食べていける人って少ないんじゃないかな。よければ紹介しよう。知り合いなのか。知り合いというほどではないが、以前近江にいらっしゃった。何をしに。祈願と言えばいいのかな。縁結びというのが分かりやすいか。縁結び。素敵なお嫁さんが来ますようにって。誤解されがちだが、結婚相手を見つけることだけが縁結びではないんだ。あらゆるものと人をつなぐのが縁だ。家業と結び、土地と結び、神と結び、人と結びついて暮らしていく。縁には良縁、悪縁があって、良縁は吉をもたらす。例えばどれだけ努力しても認められなかったものが仕事先を変えて飛躍的な成果を出す。生まれた時から不幸が多かった家庭が住む土地を変えたことで災いのない平和な暮らしを手に入れる。毎日言葉を交わしても心が結ばれない相手もいれば、10年に一度の逢瀬で固い絆を結べる相手もいる。物事がうまくいかない時、人は自分に、あるいは他人や環境に原因を探してしまうが、本来はどちらも悪くないんだ。ただ成果を結ぶ縁がない。良縁で結ばれた相手とは
トントンとことが運んでいく。へえ、縁か。近江神社は歴史が古く、良縁結びや悪縁切りの祈祷を行う。沖田氏も同様の件で島を訪れた。そうだったんだ。縁結びってどんな儀式をするんだ？詳しくは話せないが、結びたい縁によってそれぞれのご神霊に祈願を行う。また名をいただいた上で古くから近江に伝わる占いを行う。当たる？占いの結果は教訓に過ぎない。生かすも殺すも己次第だ。神主さんの生活って俺にはあまり想像できないんだけど、大変じゃないのか？どんな暮らしにも苦労はある。その苦労もまた島の伝統の一つを守るためと思えば誇らしい。すごいな、宗定さんは。何もすごいことはない。お前こそ悲しい不幸を乗り越えて優しい人柄のままでいてくれた。その強さこそ何より得難いものだ。強いなんて初めて言われた。ただ流されるまま生きてきただけだ。そう思っているだけだ。お前の中にはお前にしかない芯がある。流れる時も芯に沿って流れていく。芯はやがて花になる。自分自身の持つ花に人はなかなか気づかない。ありふれたものに見えているからな。だがそうじゃない。昔のように俺を受け入れ、こうして酒を飲み交わしてくれた。俺を取り巻く島の空気に気づかなかったわけがないだろうに、尻込みせずここに来てくれた。お前の強さが花を雨風から守り咲かせた美点だ。とても感謝している。すごいな、宗定さんは。そんな気になってしまう。自分にとても価値があるような。当たり前だ。お前と同じ重さの金よりお前は価値がある、俺にとって。そうだ、お前を招いたのは他でもない。聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？花さんが亡くなってから体に変調はなかったか？心に落ち着きがなく、不意に怒り不意に嘆くようなことは？あ、どうして知ってるんだ？やはりそうか。急に悲しくなったり、急に腹が立ったり、怖くなったりしたんだ。お医者さんにも言ったんだけど。今も続いているだろう。今はそんなことない。葬儀が終わるくらいまで
あれには本当に困ったな。シュウさんが怖くてたまらなかったり。そうだ、宗貞さんにも会った時もおかしくなった。どんな風に？そうだ。ああ、いい気分だった。なんていうか、スカイダイビングしてるみたいだった。ふわーっとして、爽快な感じ。今は？今は何も。普通に喋れる。あの時は声も上げられなかった。そうだ。実は、花さんが亡くなる少し前、お前のことを頼まれたんだ。俺のことを？花さんは亡くなるその日まで、毎日、大見神社に参拝しに来ていた。お前の無事を祈るために。ああ。今日から聞いた。俺は何も知らなくて。島では有名な話だが、花さんには不思議なところがあった。亡くなられた方の声を聞き、数年先の出来事を予見し、人に見えないものを見るような。ばあちゃんに？そうだ。花さんの話だと、お前は生まれた時からその資質を受け継いでいたそうだ。花さんよりも色濃く。俺？それは違うんじゃないかな。俺は幽霊も一度も見たことないよ。そうだろうな。お前の身を守るため、花さんが千日参りをしていたんだ。ああ。あれも、関係あるのか。お前は魂がつながりやすいと、花さんは言っていた。魂がつながりやすい？人には、肉体があって、魂がある。肉体に魂をつないでいるものを、玉の王と呼ぶ。玉の王。玉の王よ。耐えなば耐えねえ、ながらえば、忍ぶることも弱りもぞする。の、玉の王？そうだ。あの歌はつまり、自分が死ぬ運命なら、いっそ死にたい。このままでは恋心を忍ぶ力も弱り果てる。そういう歌なんだ。情熱的だな。玉の王が耐えると、肉体から魂が離れ、御霊となって隠し世に行く。隠し世は、この目では見えないこの世だ。普通、魂は肉体と結びついている。だが、強い死母や執着が、魂同士を結びつけてしまうことがある。縁結びとは違うの？個々で縁を結ぶのではなく、個々が寄ってしまうんだ。ああ。難しいか。何と説明すればいいかな。醤油で例えてみて。醤油？うん。お前は昔から唐突に変わったことを要求するな。え、そうかな。俺が高い木の上に登った時、下で見ていたお前が何をリクエストしたか覚えているか？全然。 A から Z まで行ってみて。わかった。なんとか醤油で説明しよう。これがお前だ。醤油が？醤油差しが？醤油が魂。醤油差しが肉体だ。塩の小瓶は、お前と縁のあった他人。両縁で結ばれている。醤油と塩は、互いに持った力を、のびのびと発揮することができる。これが両縁だ。魂が繋がるというのは、醤油差しと塩の小瓶が器を超え、触れ合わないはずの中身が、触れている状態になる。
醤油と塩が混じるわけだ。すると本来は個別にある素質や運や宿命なども強い結びつきで一緒くたになってしまう。長年寄り添った夫婦の顔が互いに似てきたり、何も言わずともどこにいるのか分かったり、最後には片割れがなくなるともう一人も急速に衰弱して後を追ってしまうことがある。玉結びの結果だ。同一になるほど結びつくのは稀なことだが、よくある事象としては不意に魂が重なり合い、玉揺らの間つながりちぎれていく。その間お前の魂は他の魂に強く影響され知事に乱れる。アナさんは、ソータはそうなりやすいと言っていた。ご両親の事故の後は、特にその傾向が増していると案じて、お参りを欠かさなかったんだ。ああ、そうだったのか。だから、気持ちが良かったのか？一人じゃない。誰かが一緒にいるから、人は孤独な島の主。だけど、あの瞬間は一人じゃなかった。体を重ねるよりも、深く、繋がり合うから、気持ち良かったのか。そうだ。なぜ照れる？今の話に照れるところがあったか？いや、何でもない。続けてください。うん。花さんが亡くなられ、祖霊神として戻られるまでの50日間、ソータを守護することはできない。御霊祭りまでは、くれぐれも、ソータをよろしくお願いしますと、会うたび手を合わせて頼まれていた。それで今夜誘ってくれたんだな。ありがとう、宗定さん。ずっと一人で待っていたんだ。こんなことのためじゃない。何？奇妙な夢は見ないか？夢？お前の半身が何かと繋がるような夢だ。人でも、獣でも、樹木でも、何でもいい。見ていない。そういう夢は良くないのか？御霊が、結ばれた可能性がある。くすぐったいな。異変があったらすぐに知らせろ。お前は大丈夫だと言うが、俺は不安がある。どんな風に？花さんにも頼まれている。この島にいる間は身内と思って俺を頼れ。いいな？宗定さんが身内？ああ。本当の本当に胸にだ。そうだな。気づいてくれ。気づいてくれ。もう手遅れだ。何と言った？え？ありがとうって。そうだ。やだ、ごめんなさい。閉めておいたのに。風が強いわね。やだ、ソータさん真っ青。
お酔いになられましたか？お水お持ちしましょうか。そうだ。そうだ。名を名乗れ。私は中之島の近江家当主、近江春貞の息子、近江宗貞。お前の名前は？鈴村聡太だけど。何？何か占いか？父さんの名前も言った方がいい？いや、いい。女将、すまないが、しばらく席を外してくれないか？かしこまりました。2階に上がっていますので、何かありましたらお声かけください。感謝する。そうだ。背中を向けろ。背中？ああ。俺に背中を預けるように。それでは、息を吐いてくれ。できるだけ長い間。そうだ。それだけはできない。本当にごめん。なぜだ？何をするのかわからないけど、とにかく大丈夫なんだ。普通に飲もう。おかみさんを呼んで。座れ。お願いだから、楽しく飲もうよ。さっきの続きはしたくない。すぐに済む。そうだ。勘弁してくれないかな。息なら今も吐いてるし。宗貞さんと友達で言いたいんだ。幻滅されるようなことはしたくないから。無理。絶対、無理。本気で言ってしまう。そしたら、舌を噛んで死ぬしかない。この人にだけは、みっともないところ、見せたくない。そうだ。大丈夫か？違うんだ。今は触らないでいてほしくて。触らないでほしいとは？宗貞さんが嫌とかじゃないんだ。なんていうか、嘘。どうしよう。丸裸になって、一人、法廷に立っているみたいだ。
スカイダイビングみたいに気持ちがいいって言ったけど、本当は、違うんだ。セックスしてるみたいに気持ちが良くなる。あなたがいると、たまに。セックス？だから、しばらく、そっとして、欲しいんだ。宗定さんの前で、射精したら、その場で、切腹して死ぬ。言わなきゃよかった。心配するな。その変容を直してやる。アンジェルナ、お前が粗相をしても、お上にはわからぬよ。俺が始末する。粗相って、無理、本当無理。息を吐け。できるだけ長く。この辺りに力を入れて。息を詰めるな。吐き出せ。もっと長く、この中が空になるまで。そこ、あまり触らないで。丹田という、ここを意識して。知らないよ。息を吐け。やり直せ。もう一度。できない。もうできない。もう一度。やだ、胸に、やだ。なんで、こんな…そうだ、ゆっくりでいい。息を吐いてみろ。
吐け。ここから。もう一度。もう一度。すり橋渡れるまで証拠くれなかった。ちゃんと渡れただろう。もう大丈夫だ。そうだ、すぐに終わる。ソータたち、今頃うまいもん食ってんのかな。そりゃあ王様のおごりだもの。あんまり人に見られてなきゃいいけど。つかさ、テレビのリモコン取って。おい、つかさ。つかさ、どこに行ったんだ。